ココペリーランド C のフラットアビラー。はい、第9回目を迎えました、はい、フラットアビラですけども、はい、ココペリーランドさん今日は何をしましょう。今日はですね、鹿公園に来てるんですよ。あ、2回目の鹿公園ですね。そうなんです、はい、前回はね、卵かけご飯を食べましたけども、はい、今回はキャンプです、はい、夏のキャンプ第2弾ということで、はい、今日は泊まらないキャンプなんですよね。はい、例によって泊まらないキャンプです。はい、うん、泊まらない、例によってってもう1回目は泊まったじゃん。あ、まあ、去年の夏は泊まりましたね、はい、冬キャンプは泊まりませんでした、はい、でそれに続いて泊まらないキャンプ、はい、第2弾ですね、はい、そして、キャンプ場に来てキャンプと言ってるんですけども、バーベキューはしません、はいはい、私たちの今回のですね、美味しい手作りのものをまた食べていただくっていうことで、はい、おしーさんなんかアイデアマンですかね。あ、そうですね、まあ、私も楽しみにしていますけども、はい、今回はですね、僕はパンを作ってみたいと思います。できるの、はい、できますよ。できますよ。パンみたいなものはできますよ、うん、一応そういうことにしておく、はい、一応私はマルヒっていうことで楽しみにしてほしいと思います。はい、ではですね、パンを作っていきたいと思います。チーズカレーパンを作りますね。はい、いいね。いつもおしさん俺の勘とか言ってましたけどね、そこから脱出しましたね、ちゃんとね。はい、ちょっとね、ちゃんと量りを当たり前ですよ使うことを覚えたんで、で、まあ大体100強力粉 100g ですね。で、塩 1.5g、 まあそんなもんですね。砂糖 5g、 はい、体鍛えてる人にはおなじみの粉飴、はい、うん、はい、まあまあ砂糖です、ぶどう糖です。はい、でカレー粉、はい、カレーパンといってもですね、具としてカレーが入ってるんじゃなくて生地にカレーを入れるんですね。暑い日にカレーってなかなかいいですよね。いいね。そうですね、うん、やっぱり暑い時はカレーだよね、うん、そうですね。でドライイースト、うん、こんなもんでしょ、はい、あとはこれで混ぜていってですね、あと 水を入れてこねていきます。110くらい入れましたんで、はい、はい、でまあ水入れる前にね、こう混ぜておきますね。これも男の勘。そうですね、もうちょっと入れてください、はい、これってね、まだもうちょっと足りないかなぐらいでね、ちょっと様子見てください。結構ね、入れすぎになっちゃうこと多いんで。ここから第一次発酵に入るんですか。そうですね、一次発酵ですね。ガッタガタですけども、ガタガタ大丈夫ですよ、そんな気にしなくてもできますから。はい、じゃあまずこれ1個。ああ大変そう、難しそうと思ってね、始めれない人いると思うんですけども、やってみればね、こんな適当にやったってできますから。次はですね、あんパンを作っていきたいと思います、まあ、まずはあんパンの生地ですね、はい、ではさっきとちょっと分量ほんの少し変わります。塩ですね、さっき 100g に対して 1.5 入れたんですけどね、まあカレーなんでちょっと濃いめにしました。で僕大体いつも 100g に対して 1g しか入れないんですね。 200g なんで 2g ですね。ちょっと入りすぎたかな。これはね、発酵はね、時間と多分きっと温度とあれで変わるよね、まあ、そうですね、前40分か50分ぐらいじゃないですかね。それではですね、私は今日は夏なので、はい、さっぱりとトマトカレーにしたいと思ってます。はい、はい、材料3人前、ナス、そしてフレッシュトマト、人参、玉ねぎ、そしてトマト缶ですね。こちらのトマト缶を使わせていただきますけれども、トマト缶はですね、私の場合はカット缶を使わせていただいていますので、ホールであってもカットしているものを使っているといいかなと思いますね。男3人いますので、あ、男3人じゃなかった。あれ？私は男でなかったわ。引きずってならないですね、今の。うん。なんか今日のロケテンション低いですね、みんな。なんででしょう。なんででしょうね。暑いから。暑いから、本当ね、晴天に恵まれてよかったんですけど、ずっと雨降ってて、ずっと曇ってて、本当こんなにね、晴れてくれていいはずなんですけどね、なんかもう本当ちょっとうんざりするぐらい晴れてます。暑すぎる。はい、暑すぎです。これ汗じゃないですからね、これ。これ汗じゃなくてですね、濡らしたタオルの水が滴り落ちてますから、はい、いい男ということです。そうですね、とってもいい男です。ちょっと待ってくださいね、ちょっと一回水で。みなさんは無臭ということです。当たり前ですよ。そうですね、もう完全にスルーされてます。もう私も立ったとね。よしよし。
こと言いながらね、結局いっぱい忘れてきましたね。お風も吹く危険だね。風よけになってます。そうですね、ちょっと風よけを。こちらの缶詰をこのまま投入いたします。はい、あ、この水分でじゃあ煮込めるんだ。じゃあ、いや、これだけでは足りないんです。 そのためにここにですね、このそうですね、缶一杯分、ちょうどいいですね、これをここに入れてしまいます。ちゃんとね、缶の中に残った、うん、トマトも使い切るように食材を大事に。そうですね、そうですね、なるべくキャンプ場はゴミを持ち帰るということですので。そうですね、はい、はい、コンソメをちょっとすごい力です、はい、そうですね、ものすごい馬力で、今これだけでは酸味が足りなくなってしまうので、トマトを投入します。いや、本当ここフェアさん手際いいですよね、はい、いつも思いますけど。早いですね。はい、早いです。マシエさんどうですか、料理してると。僕は手際は悪いですね。投入だから順番が分からなくなっちゃうんですよね。あ、何を先にやったから、はいはいはい、あの、なんていうか、炒める順番とかミスって、あ、野菜焦げたりとか硬かったりとか結構やっちゃいます。なるほど、うん、いいね、うん、はい、これだけ入れたらこれで十分でしょ。いいですね。で、一回ちょっとこのまましばらく煮込みます。これさっきルーも入れましたので、はい、あ、包丁研いでくれたんです、うん、もうね、あのカレーは完成してるんですけどもね。お肉を入れ忘れたわけではなく、うん、そうですよ、別に焼いて入れた方が美味しいってことですよね。そうです、当たり前でしょう。ヨシーさんも気づいたら服装が変わっているんですか。そうですね。え、ヨシーさん、もしかして何、衣装をチェンジしてきたんですか。はい、ですね、もうさっきの服だいぶ乾いてきたんですけども、乾いてきたらですね、潮が吹いてきてですね、白くなってきたんで、さすがにダメだなと思って着替えました。海に行けるんですか。はい、まあ、でもね、お肉ね、あの直前に焼いて入れた方がまあまあジューシーで美味しいとは思います。ですよね、はい、あ、いい匂いです。ちょっと今回豪華な豚もブロック買いましたからね。はい、はい、ブロックちゃんで、これはジューシーさをまたさらに味わえるっていうところがいい感じですね。これはもうあの肉汁、あ、ごめんすいません、気がいっぱい持ってきてるんで大丈夫ですよ。シフペリーナ今お着替えしたばかりの、お着替えたばっかり、はい、ごめんなさい、申し訳ありません。美味しそうですね。これ3人で食べれるの？結構な量になりましたね。そうですね、今回は虫は絶対に入れないっていう我々のポリシーなので、それと時間を押さないように少なくしようっていうポリシーはあるんですけどね、うん、でも押してるっていう。やっぱりどうしても料理はね、まあどうしてもね、ちょっとね、はい、ではですね、パンを作っていきたいと思います。ね、4、50分発酵させばいいかなって言ってたんですけど、もうかれこれ2時間経ってます。はい、はい、では行きますね。発酵は十分ですね。発酵は十分ですね。はい、もう一回膨らんで、またしぼみましたね。あれ膨らんだ形跡はあるけど、なんかべちゃって。そうですね、しぼみましたね。二次発酵まで。2つに分けます。1つはアンパン、1つはちくわパンですね。半分に分けます。はい、ざっくり半分。はい、でも1次発酵で僕は十分だと思ってます。はい、あの歯ごたえのあるパンを、はい、あ、歯ごたえのあるパンも美味しいですよね。美味しいですよ。結構好きです。はい、僕も好きです。好きです。少しあの緩い感じがしますけど大丈夫でしょうか。はい、じゃあこれでいいですかね。いい、なんだ、打ち粉がないとなんか手に熱っ張ってるようでございますけれどもね。手に熱っ張って厳しいですね。うん、はい、どう見ても打ち粉は必要ですよ。もう小籠包みたいに巻けばいいんですよ。もうそうですね。たっぷり入れましょう。ね、チーズをじゃあ、はい、1枚お願いします。どこに、そこにですか。そうですね。はい、じゃあ、はい、チーズ、はい、一枚取ります。こちらの方、お乗せいたしますね。はい、乗せてください。いい感じではないですか。2本入れちゃうか。2本入れてください。もうないので2本入れちゃいます。これ巻いてください。はい、はい、時間をしてるんで巻いてください。結局滑らかになりますからね。なりましたね。最初デコボコだったけど、割とこれもうちょっとちゃんとやれば滑らかにはなるんですよ。うん、あ、大丈夫です。柔らかい柔らかい。そうなんですね。これでもめちゃくちゃ柔らかいですよ。はい、若干水が少なかったのが硬いな。うん、なんか見た感じが先生そんなような感じがいたしますけれども、まあそれはまあ、で2枚入りました。はい、大丈夫です。
はい、では継ぎ目がある方を下で、それで大丈夫ですね。いい感じですね。パンパン。あ、やっぱり3個入りますね。カレーパン、ツナチクワパン、ツナチクワ、チーズチクワ、アンパンって。そうですね。パンがそろそろ焼けたんじゃないかと思うんですけども、はいはい、おお、かなりいい感じで、もうチーズがめちゃくちゃ美味しそうになってますね。音がいい。クリスタがだんだんなんかスポーティーな感じになってるんですけど。暑くて暑くて。なんかテニス選手みたいになってます。ナイスショット。ナイスショットはゴルフじゃないですか。そっか。こう行きましょう。うん、はい。はい。はい。やはり、ドロってならずに。ドロってならなかったですね。アンパン。アンパン。アンパン。カレー。カレー。チーズチクワ。はい。カレーチーズチクワパン。そして、残パン。ハードパン。見た目じゃないです。味です。見た目じゃない。味ですから。よし、じゃあ食べてみますか。はい、食べましょう。はい、カレーチーズチクワパン。おお。なんか、笑顔見たく見えます。うん、あ、ね、いいですね。うん、いいね。はい、おいしいさんの笑顔と同じ。はい、あ、もう、ま、間違いなく美味しい。間違いなく美味しい。もう美味しい。じゃあ私、ジワズさんです、ね。じゃあ私はこのアンパン様に。なるほど。行ってみます。うん。この後ろから出てくるところをちょっと。あ、いいですね。すごい美味しい。小豆も美味しい。まあ、缶詰ですけど。いや、美味しい。小豆も。ね、本当にね、こんないい加減な感じで作ったパンですけど、本当美味しいんですよ。うん、あの歯ごたえも、歯ごたえがあるっていうか食べ応えがあるんですよね。別に硬そうに見えてもそんなね硬いっていうわけじゃないんで、うん、本当に美味しいですよ。うん、本当にめっちゃ美味しい。うん、いただきます。うん、残パンほど一番美味しいものはない。美味しいですね。うん、ぬるま湯を入れた鍋の上にボウルを置いたりしてね、発酵さすんですけどね。うん、はい、おしさん、アリがいっぱい上がってきてる。今跳ねました。ごめんなさい。あ、本当ですか。ありがとうございます。うん、アリだけに。アリよりのアリ。